蹴りつけてやる。フォイ、これで終わらせる。行くぜ。やるな。厄介だね。口寄せの術。どいつるんだか。やるなら今、神羅転生。戦術は切れた。終わりだ。なんで？私は。ナルト君が…ほどとは。
力、素晴らしいものだな。なんでだ、なんでこうなっちまう。苦しい、苦しい。誰か俺を助けてくれ。俺はもう、こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目火影。ああ、八本目の王まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで四代目が。うん、だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ。じゃあ俺ってば。さっきも言ったろ、俺の息子だって。父ちゃん、俺の四代目が俺の父ちゃん。キュービをお前に封じてから、いろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。ん？なんでだ、なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。キュービが俺の中にあるおかげで、いろいろ大変だったんだぞ。お前にキュービのチャクラを封じたのは、その力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの、勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でも、お前なら、俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつは、ペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まで会ったどんな敵よりも。ああ、でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は。おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみに囚われる。じゃあ、あのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか。それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ、四代目、教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい。答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すらわかんなかったことをこの俺ができるわけねえ。
俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに、お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だが、これで最後だ。木の葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。頑張れ、ナルト。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。キュービーが消えた。一体何が。こいつ、すでに九尾を制することができるというのか。こっからが本番だ。絶対勝つ。この俺がここまで。俺だ。行くぜ。もはやお前に万が一はない。諦めろ。お前こそな。俺が諦めるの。諦めろ。
これからお前たちを操っていた本体に会いに行く。大したやつだ。それに気づいているとは。エロ仙人が残した情報だってばよ。本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。それ聞いた時はまだ意味が分かんなかったけど、けどお前たちと戦っている時に誰かが見てるようなそんなチャクラを感じ取ったんだ。感じ取っただと。仙人モードは周囲のチャクラを感知することができる。そこで初めてエロ仙人の本物はいないって意味が分かった。お前たちを操っている本体がいるって分かったんだ。厄介だな、その力。もうお前の本体の場所も分かってる。あとはそこでお前と話をするってばよ。今さら俺本人に話したとて何も変わらない。そんなの直接話してみねえとわからねえ。無駄だ。お前では到底俺の痛みは理解できない。到底